こんにちは、アートオブザウォーチャンネルです。本日は歴史的名称をご紹介しようと思います。本日紹介するのはチャールズ・ゴードンです。彼はクリミア戦争、太平天国の乱、マフディ戦争と戦い続け、主に外国人を率いて戦地で軍功を挙げております。特に太平天国の乱では南京までの道を切り開いた将軍で、チャイニーズ・ゴードンとしてイギリスでは有名です。また英雄にはふさわしい悲劇的な最後であったのも人気の一つだと思います。最後まで自らを律しておりました。それでは彼の活躍を見てみましょう。チャールズ・ゴードンは1833年にテムズ河畔ウールウィッチで生まれる。ロンドン中心部のセントポール寺院から 15km ほど離れた地域です。父親も軍人で兄も軍人であった。また奉公兵畑が多い一族だったので、奉兵と公兵の士官学校があったウールウィッチに住んでいた。そんな家族の影響もあり、彼は当然のようにウールウィッチの士官学校に入学、当然のように公兵の道に進んでいく。1853年にイギリスはクリミア戦争へと進んでいく。この戦争でチャールズは初陣を飾る。もちろん兵種は公兵だった。初めて実戦を飾ったのはクリミア半島の南にあるセアストポリ要塞の敵前爆破作業だった。非常に危険な作業であるが、ゴードンは経験を重ねる。1854年9月9日の朝、ロシア軍は船に乗って全員撤退してしまう。そのためゴードンの仕事は要塞の再利用を防ぐため、徹底的な破壊工作を行うことだった。頑強な城壁を壊すため大量の火薬が用いられた。ゴードンは要塞をこっぱみじんに吹き飛ばした。ゴードンの次の活躍の地は中国だった。当時の中国は太平天国の乱が発生しており、清朝と太平天国軍と外国勢力が絡み合う泥沼の戦場と化していた。太平天国軍はついに南京を占領するまでに至っている。ここに来てイギリス政府は不誠実な清王朝と太平天国の内乱を憂慮し、軍隊の派遣を決定。フランスも同調した。この派遣軍にゴードンは参加する。そして最初の任務は新王朝の下級の爆破だった。この頃フレデリック・ウォードが、上将軍を作っている。これは新朝派の外国人部隊で、士官は欧州人。兵隊は中国人というものでした。この上将軍は上海などで戦果を上げてきたが、残念なことにウォードは戦死してしまう。これの後任にゴードンが選ばれた。彼はすぐに軍を再建し、高度な装備などを新王朝に要求。そして軍を訓練し強化すると、太平天国軍を広州から蘇州に押し返す。彼は新王朝に新国軍少将に任命される。まずゴードンは最終的に新王朝が南京を取り戻すためにはどうすればいいのか、それは蘇州と金山を取り戻すことが必須と考えた。ただ金山も蘇州も太平天国軍の大軍が駐屯しており、激戦は確実だった。しかも金山はクリークと呼ばれる沼地地帯で、軍隊の行軍が容易ではなく移動に大きな問題を発生させていた。また蘇州は要塞が至るところに点在しており、蘇州陥落にはこれらの攻略が必要だった。それでは今回の戦地の場所を見てみましょう。ここは上海の近くで南京周辺でもあります。広州と蘇州と金山と南京の位置はここです。広州から蘇州に太平天国軍を押し戻したゴードンはまず金山の攻略に取り掛かります。金山はクリークが広がる湿地帯です。ここをゴードンは小型の汽船を利用して進出鬼没に兵力を移動。これによって高速で兵の展開ができるようになった。しかしそれでもこちらの兵力は上将軍と新軍合わせて3000人、相手は1万2000人の大軍が金山に駐屯していた。こちらが新式の装備だったとしても、いかに難しい戦いだったかがわかると思います。激戦の末3倍以上の敵に勝ち、金山を占領する。敵の激しい反撃にあったが、最終的に占領することができた。この金山占領でゴードンは次の目標を蘇州に定める。そのため本拠地を上海から金山に移動させている。
蘇州は蘇州城があり、その周りを外壁と堀が囲んでいた。また南部の番門は大変強力で砲台があり、そこから南部に睨みを利かせていた。この蘇州城の中に中央府という場所があり、そこが蘇州での太平天国軍の本営だった。また太平天国軍は、総勢4万で合同の上昇軍は3万であった。ここ合同はこの蘇州城を包囲して八方から攻撃し、雨あられと砲弾を打ち込んだ。それでも太平天国軍は頑強に抵抗。上昇軍が来るのを予見して要塞化されており、撃ち返してくる。特に古来より蘇州城の守りの要だった番門に関しては激戦となる。しかし1864年2月についに陥落。蘇州城は上昇軍に落ちる。事実上太平天国軍最後にして最大の激戦となった。これによって南京までの道のりの障害物はなくなり、太平天国軍も上昇軍との戦闘で、7万の兵力を消費しており、この年に南京、太平天国軍は全強と言っていた、も陥落。ゴードンは役目が終わったと判断し、中国を離れイギリスに帰国する。ゴードンの名は、チャイニーズゴードン、として有名になり、イギリスの英雄となった。ゴードンの次の活躍の場はなんとアフリカのスーダンだった。エジプトが管理下に置いていた。しかしエジプト政府の南に位置するスーダンも支配下に置いていたが、財政難から軍事においても政治においても行き詰まっていた。この状況でのスーダンの管理は難しく、イギリス政府の全面支援のもとスーダンの立て直しを行おうとした。しかし当時のスーダンは軍事的な行動が必要な状況だったので、それを含めてゴードンに命令が降りた。1787年にゴードンはスーダン総督としてエジプトに降り立つ。その後スーダンのハルツームに赴任する。ゴードンが手掛けた功績に奴隷制度廃止があった。奴隷承認により奴隷の売買がされており、これを全面禁止にする。しかし武装した奴隷商人たちは巨額のビジネスのため権益確保に必死になり、各地で奴隷商人との戦いとなる。徹底的にパトロールをして奴隷制度を撲滅し、人気を満了してイギリスに帰る。イギリスに戻るとゴードンは各地を転々として、スーダンに再度呼ばれればスーダンで仕事をして、中国の新王朝に呼ばれれば中国で政治家に助言した。しかし1884年スーダンで異変があったとニュースがあった。スーダンでイスラム原理主義組織マフディー派が全土にわたる反乱を起こしたのだ。イギリスはこの事態にスーダンからの撤退を考えており、キリスト教徒と守備隊を撤退させたらスーダン経営から手を引こうと思っていた。ゴードンを少々に昇進させてスーダンに向かわせる。スーダンに到着したゴードンはすぐさまハルツームに向かう。現地に到着すると対岸にはマフディ軍が陣を張っていた。ハルツームには7000人のエジプト兵と2万7000人の市民がおり、対岸のマフディ軍は5万人の大軍だった。1884年2月にここに来てからすぐ目の前のナイル川を使って随時避難を実行する。蒸気船が13隻あり、これで市民の避難をしていたが、途中5隻が座礁したり捕獲されてしまう。ハルツームは完全に包囲されてしまった。これに対してゴードンは蒸気船を改造させ、装甲に覆われた小型の砲艦を9隻作らせた。砂漠の開けた南側には古代の要塞があり、それを修復、活用しつつ綿密な塹壕陣地を構築し、さらに即席の対人地雷を大量に敷設した。やれることは全てやったのである。ここで戦地の場所を見てみましょう。今回はエジプトの南部に隣接している国スーダンです。ハルツームの場所はナイル川のすぐ近くで、スーダンの中央部くらいの場所です。これが戦地です。ハルツームはナイル川の支流と支流が交わる場所にあります。青ナイルと白ナイルと言われてます。ここに小型の砲艦を川に浮かせて、塹壕陣地を作り、地雷をばらまいて、徹底抗戦をします。敵の激しい攻撃にも防衛施設がうまく働き、エジプト軍も市民を守るために働きます。しかしイギリス軍の救援隊は来ませんでした。
1884年の2月から始まった包囲戦は、秋になっても続き食料や弾薬が尽き始めました。戦死者も増えたので、ゴードンは民間人にマクビーに拘束して命を守ることを提案し、人口のおよそ半数がそれを受け入れた。1884年12月12日に敵将アフマドはゴードンと守備隊の命の保証と名誉ある接待を条件として、町の明け渡しを求めたが彼はこれを提供に拒絶している。またこの12月になってようやくイギリスからの救援隊が来る。しかしまだスーダンのハルツームまでは距離があった。1885年1月25日にマクディ軍の総攻撃が開始された。城門は破られて、一気にマフジ軍がハルツームに侵入してきた。最後の最後までゴードン将軍たちは抵抗したが最後は討ち取られてしまった。この2日後イギリスの救援隊は来る。しかしそこで見たものは4000人以上の虐殺死体だった。これによりイギリスのグラッドストン内閣は英国民に批判され退陣する要因の大きな一つになった。チャールズ、ゴードン享年51歳。逃げる人々を守るために戦い、1年間籠城戦を遠いスーダンで行い、その結果戦死してしまった。イギリスに見捨てられたと言ってよいでしょう。その最後は悲しくも騎士道精神に溢れていると思います。いかがでしたでしょうか。本日は、チャールズ・ゴードン、お送りいたしました。ゴードンのイギリス国民の間での人気は高く、ネルソンやウェリントンがすぐ近くにいるトラファルガー広場に銅像が建てられてます。今はエンバンクエントという場所に移されてます。歴史的に名将と言われ、人気のある将軍はサラディンやロンメルや今村仁氏などは戦争が強かっただけでなく、騎士道精神を持って民間人や捕虜や部下に接していたのだと思います。やはり正義を守るヒーローは人気があるんですね。本日はここまでです。チャンネル登録と高評価をしていただきましたら励みになります。それではまた違うテーマでお会いしましょう。